こんばんは、2020年3月19日、ウェブ朝倉学校第14回となりました。で、本日は星の動きについて勉強してみたいと思います。で、ちょっと先ほど空を見てみたんですが、星がよく見えなかったんで、よく見える日にまた実際に見てみてください。それでは、本日のテーマは星の年周運動と日周運動ということをいたします。で、まず星の動きについての基本は、なぜ星がその動いて見えるかというのは分かりますよね。なぜ星が時間ごとにだんだんと位置が変わっていったり、あるいは季節ごとに見える星が変わっていく理由は分かりますでしょうか。年ごとに、年ごとにというか、1ヶ月2ヶ月経つと見える星座が変わっていったりする運動を年周運動と言います。の基礎を年周運動と言います。そして同じ日に、例えば夕方、夜6時に見ていた星の位置が、夜中深夜0時に見ると位置が変わっている、こういうのを日周運動と言います。で、それぞれはなぜか分かりますでしょうか。で、それ実は地球が自転してる、ぐるぐる回ってる、そして地球が太陽の周りを回ってるからなんですね。ということで、地球の自転と公転について考えてみたいと思うんですが、実は地球が動いてるということを、そのどの立場から見てるかということなんですが、基本的には北極星に人がいるとして、その北極星人と宇宙人がいるとして、その北極星人が太陽系の地球をの北半球を見ていることを基本に、天体の図は考えると分かりやすいです。北極星人が地球を観察している、北半球を見ているというイメージを見てください。で、その見方で言うと、これ太陽です。で、実は太陽と地球の関係の公転運動についてはまた別の時に特集しようと思ってますので、今日は星のことを中心にやりますけど、太陽の周りをぐるぐる1年でぐるっと回るわけですね。こういう太陽の周りをぐるっと回転します。こう太陽の周りを、で、その回転の向きは実は反時計回りなんですね。北極星人から見て反時計回りです。で、そして地球はぐるぐる1日でくるくる回転してるんですが、その時も実は、反時計回りなんです。自転方向も公転方向も反時計回り、自転方向も反時計回りで、ついでに言うと月の、公転と自転も実は全部反時計回りです。それは多分太陽系ができた時の最初の渦の巻き方の方向性が、そういうことだったので、全て北極星側から見た時に反時計回りということになっております。で、ここに実は鉛筆の絵が描いてあります。で、ここに実はよく見るとこういうふうに発想するんですね。ここでよく天体の問題を図で見てると、どちらが西だった、どちらが東だったかが位置によって見方が、異なってきたりして混乱しやすいので、こういう見方をお勧めします。インドというところを中心に考えて、西洋東洋ということで、西東の方向が分かりますね。でその西東の方向を、東側から太陽が昇ってくるので、東側を鉛筆で例えば、とんがった側に表記します。そして例えば今度は最初に考えるときは西洋東洋という比較でインドのイメージで考えていいと思うんですけど、あとは実はここよく見ていただくと日本が書いてあります。で、日本がこうくるくる回転して、北極星からするとくるくる回転してるわけですね。で、そうしたときの日本の位置をこのように、ここにあったらちょうど正午ですね。で、ここは
ここが正午だったやつが、あ、ここが日の出だ。で、これが日の出ですね。で、これ正午になりました。で、これが夕方6時ですね。これが地平線ですね。この鉛筆が地平線を示しまして、で、これが深夜ということになります。というふうに、鉛筆のここの根元のところに自分が立っているというイメージで、明け方、太陽が昇ってきたと。で、正午、太陽が真上、南中していると。で、これが夕暮れで太陽が沈んだと。で、これが星が見えるということで、この後で図が出てきましたけど、この太陽の反対側の方の世界で星が見えるということをイメージをしておいてください。それでは次の話に行きます。それで、これはこの太陽がこっちに帰ってきた時には反時計回りはこっちになりますので、こっちに図を描いてもこの鉛筆の見立てをすると大体イメージがわかるということですね。それここら辺は一応確認をしておくと、太陽が昇ってくるのが約、これ季節によってずれますけど、単純化すると午前6時が 日の出、そして正午が、ちょうど太陽が南中した時、そして夕方これがですね。で、今日星の世界ですので、星の世界は、午後9時と真夜中0時と午前3時をイメージしておいた方がいいので、ここが午後6時ですね、夕暮れです。で、ここが午後9時です。で、その次にこうなると、これが深夜になります。で、ここが午前3時で、あと少しで夜明けになるということですね、というようなイメージを持ってください。さて、星の運動なんですが、星を1日の中でずっと観察をしてると、実は地球自身が西から東に回転しているために、逆に、太陽は東から西に昇るんですね。これ本当は地球が自転しているからです。で、太陽も天体の一種ですので、太陽が東から西に昇るということは、太陽よりも非常に小さいけど同じ天体にある星も東から西に進むんです。ということで、南の側の空をずっと見てると、東から昇った星が南で南中端に一番南で高いところに来るということですね。そして西に沈むんです。で、東側から見てると日の出が東であるように、星の出ですね、星の出が東から来る。で、西側を見てると日の入りが西にあるように、星の入りが西に落ちてくるという形ですね。さて、その次、北の空の動きなんですが、北の空では北極星が地軸の地球のその北極の延長線上の軸に北極星が、あるわけですね。で、その北極星の周りを、星が回転するように見える。本当は地球人が回転するんですけど、星が回転するように見える。で、その星の回転の動きについて、これちょっとこれだけせっかく作った図を入れるの忘れたな。ここだけちょっと待っててください。重要な図を入れますので、ここはちょっとせっかく作ったのでちょっと待っててください。ここですね。今ここを見てますね。で、ちょっとだけオンラインというかリアルタイムでやってるので、スライドの追加、新しいスライド、はい。で、ちょっとここだけ追加しますと、これ今日頑張って作ったやつです。これでまたスライドショーに、現在のスライド、はい。で、実はこれ重要な視点なんで、ぜひ理解していただきたいんですけど、先ほど言ったように北極星人の立場で、地球太陽系を見るというのが星の観地球の動きとか点を理解する上でのポイントです。太陽系の動きを理解する上でのポイントです。で、その時に原則として全て反時計回りです。で、北極星人からは北極が一番こう近く、直近に見えるわけですね。そして北極の周りに地球はこうぐるぐる回転しているということで、反時計回りに回転していると。さて、そうした時に北極星人から、地球が反時計回りに回転しているということは、地球人から見ると北極の周りの星は反時計回りに回転するんですね。立場が変わって逆方向に見ているので、結果としての動きは
同じなので、これは、イメージとしてはこういうことです。例えば電車が左に動いてると、左に向けて動いてる電車、その電車に乗ってる人から、その地面にいる人を見ると、電車が左に動くということは、地面電車から見るとこの人は右に動くわけですね。でこっちの立場から、じゃあ こっちの青い人の方から電車を見ましょう。でそうすると実は、これはこうひっくり返していただければわかると思うんですが、電車はやはり右に動いているように見えるんですね。つまり立場を変えて逆から見ると結果的には同じ解釈ができますので、簡単に言うと北極星人から見て地球が反時計回りに回っているということは、地球人から見て北極星の周りの星は反時計回りに回るんですね、ということです。さてそれでは次、日周運動というのは24時間で、地球が回転約360度回転するために、1時間だと約15度ですね。そして2時間だと30度回転していくということです。はい、ということです。それで、さっき言ったように、南の空では東から行って南中して西に沈むという形ですね。そして北の空では北極星の周りは反時計回りに回転すると。で24時間で360度回転するので1時間で15度、2時間で30度ということになります。という形ですね。さて、次に、これです。で、ちょっと答えを最初に言っちゃう形になるか。これちょっと隠しましょう。さて、さっき360度、24時間で地球約360度というふうに言ったけれど、本当は何度でしょうか。地球は24時間で何度回転してるでしょうか。で365日という年があるんですけど、これは簡略化して約360日と考えていいです。そう、これ実は361度回転してるんですね。24時間で地球は360度ではなくて361度回転してます。でそうすると1ヶ月で30回転するとともに、まあ、1度ずつずれてきますので30度回転してるわけですね。はい、ということになります。でこれはどういうことかというと、次の図で見てみましょう。でこれが地球の、公転の様子とを図に書いたものです。で、1年で360度、公転、太陽の周りを1回転しますので1ヶ月で30度ずつ回転していくんですね。これ1年360度ですので1ヶ月で30度ずつ回転していきます。それで実は、時刻は、ちょうどその太陽のが真上に来るときが、まあ、大体正午とみなすと、そして太陽の真後ろに来た時を、まあ、深夜0時とみなすとので、実は地球が公転してるとその時のその正午の位置と、それから深夜の位置というのは地球人は気づかないんだけど、北極星人からすると地球の公転によってこの正午の位置と、それから深夜の位置はずれてるんですね。でそれがどれぐらいずれるかというと、1ヶ月30日で30度ずれる。つまり1日ごと1度ずつずれていくんですね。ですということは24時間というのは361度、地球は回転しているということになります。でそれを踏まえた上でちょっとこの考え方を言っておきますと、例えばある季節に これ例えば今日だったとしまう、今日が3月の19日ですね。で3月19日に深夜に南中した星があったとすると、ちょうど深夜午前0時に一番真南に来た星があったとしますね。じゃあこの星は1ヶ月後の深夜にどう見えるのかということなんですが、1ヶ月後でも地平線がこの位置にあるときは、まあ、ちょうど南中してる、まあ、真南に来ているけれど、実は1ヶ月後の
深夜の位置はここになるんですね。深夜の位置、太陽のちょうど真後ろ側になりますので、深夜の位置がここになると。ということは、それから30度前の位置ということになります。で、そうすると、30度前の位置になりますので、ちょうど南中してる、つまりこの星が真南に来ている位置は、この深夜の位置よりもちょっと前の時間、ちょうど1ヶ月ですから、24時間を14で12で割って、2時間前の時間、午後10時に南中することになります。さて、本日これが4月の19日はだから、午後10時に南中してるんですね、この星は。そして、じゃあ2月19日はどうだったかと考えると、2月19日の、深夜の地平線はここです。で、そうすると、この星が真南に来るこの線は、深夜2時よりもさらに、30度分ずれた時間ですね。ということは、午前2時ということになります。ということで、になります。で、この図を理解していただくと、その、見える星が1ヶ月後、あるいは1ヶ月前に、どういうふうに、どの時刻に同じ位置に見えるかっていうのが分かってきます。で、ただこの図を、試験の時とかにいちいち、こう今みたいに考えるのは大変ですから、こう押さえていただければいいんですね。星というのはせっかちな人だと。1ヶ月後には、まあ、2時間前に着いちゃうと、同じ場所に着いちゃうと。2時間早く同じ場所に着くと。で、まあつまり、どんどんせっかちな人だから、1ヶ月前は9時集合だったつもりなのに、まあ7時集合になっちゃうんですね。そうするとで、その1ヶ月後は5時集合になってしまって、まあ星がまだ見えない時間になっていきます。今の午後の話ですので、ちょっと、24時間で表記すると、じゃあ24時に、南中して集合していた人が1ヶ月後には22時集合になっちゃうんですね。で、2ヶ月後には20時集合になります。で、そうすると裏返して言うと、今日24時に来た人は1ヶ月前は午前2時というか2時に、来たはずだと、もうちょっと遅く来たはずだということになりますので、まあこれです。はい。で、以上を合わせて、実際ちょっと問題を解いていく形にいたしましょう。はい、これが今年の、千葉県の、2020年の前期の、4番の問題です。S さんは天体の動きを調べるため、千葉県内のある場所で晴れた日に毎日午後、9時に北斗七星とオリオン座の位置を観察し記録しました。これに関する先生との会話文を読んで後の問いに答えなさい。最初に観察した日の午後9時には北斗七星は図1のように北の空に見えましたと。で、またオリオン座のリゲルという恒星が図2のように真南の空に見えました。これ後で図をお見せします。その日の以降の観測によって北斗七星やオリオン座の午後9時の位置は日が経つにつれて少しずつ移動していることが分かりました。最初に観測した日から2ヶ月後の午後9時には北斗七星は何々の図のように見えましたということですね。そうですね、同じ時刻に同じ場所から同じ方向の空を、観測しても季節が変われば見ることができる星座が異なります。なぜだと思いますかと。それは太陽が地球が太陽の周り1年かかって一周しているからだと思います。以前この運動を地球の年周運動ということを習いましたと。で、太陽星座、地球の公転ですね、公転ということを習いました。で、公転によって起こす運動が星の運動が見かけ上の運動が年周運動です。で、太陽星座地球の関係を考える地球の公転によって地球から見て太陽と同じ方向にあるように位置になった星座はその季節には見ることができなくなるはずです。太陽の後ろに隠されてしまいますので、昼間は星が見えない、これは昼間は星が見えないということを意味しています。
そうですね、その他に星座の動きについて何か気づいことかとことはありますかということで、ちょっといろいろ話が続くんですが、これが公転と太陽ですね。さて、さっき出た問題です。最初に観察した日から1ヶ月曜日、11ヶ月ごとの1ヶ月前ですね。同じ場所から観察した時にリゲルを真南の空に見えることができる時間として最も、適当なものを選べということで、午後9時にリゲルが見えたんですね。ということは1ヶ月経つとせっかちだから、1ヶ月後は午後7時頃にもう南に来てしまうんですね。で、逆に言うと1ヶ月前は今より2時間遅かったはずですので、午後11時に来たということですね。これが1ヶ月後です。で、これが11ヶ月後、1ヶ月前ということです。さて、最後の問題は、ちょっと、まあ、今日の趣旨と違うので、まあ、一応答えだけ言っておきますと、35度で、47度ですので、82度より高いと、これ、緯度、これ実は緯度と同じになります。で、47度ですので、82度より高いと、見えなくなります。これはちょっと今日は説明は省略します。さて、さっきの問題に戻ると、これは何だったかというと、2ヶ月後の同じ時刻に、自転と公転は一緒の結果、北極星が日周運動で、反時計回りに回ってるということは、年周運動でも反時計回りに回るはずですので、2ヶ月後だったら、2ヶ月後ですから、12ヶ月の、ちょうど6分の1です。ということは360度の6分の1ですから、60度ずれるはずです。こっから約60度ずれた図っていうのはこれですね。これです。ということで、60度ずれた図、E が正解ということになります。はい。で、次元の問題は、はい、ということですね。はい。それで、実はこう天体の話は非常に面白いんですが、今日のまとめとしては、ここですね。今日のまとめは、まず理論的にはこの図です。特に年周運動についてはこの図。まずまとめましょうか。日周運動は、この考え方ですね。日周運動は、北極星の周りに、星は反時計回りに回転している。そして、南の方では太陽と同じように東から出て南に南中し西に沈むということですね。で、24時間で360度回転するので、1日夜空を観察すると2時間で30度回転するはずということになります。で、年周運動の方は理論的にはこの図です。真夜中の水平線の位置が実は、公転に伴ってずれていくので、その結果としてまあこれです、星はせっかちな人だから1ヶ月後には 早出になると、今出た時間よりも 早く同じ場所に来てしまうということですね、という発想で、考えていただければいいと思います。それでは ここも説明しとこうかな。実は、さっき問題にあったと思うんですが、有名な、星座の図で、これ太陽から反対側にちょうどよく真南に深夜見える星が、例えば12月はオリオン座です。冬はオリオン座がよく見えると、で夏はサソリ座がよく見えると、6月はそして9月はペガスス座、3月は獅子座ということで、代表的な星が、夏の星座、秋の星座、冬の星座、春の星座ということになります。それで、さっき問題出てきたんですが、その、地球から見て太陽側にある星座は見えないんですね。例えば3月は獅子座はよく見えるんです。太陽の反対側だから。でもペガス座は見えないんです。オリオン座、12月はオリオン座よく見えるけど、サソリ座は見えないんですね。太陽と同じ方向にありますので。で、6月は、サソリ座は見えるんだけど、オリオン座は見え、あんまり見えないということになりますね。ということになります。で、そうすると、ちょっと発想を変えますと、太陽っていうのも星の一つですから、地球に対して、
太陽は今例えば3月はペガス座の位置に太陽があるというふうに見なすんですね。で例えば12月はサソジ座の位置に太陽があると見なすんです。で6月はオリオン座の位置に太陽があると見なします。ということで普段の政治のイメージと逆になるんですが、11月に太陽はサソジ座にあると。で逆に、まあオリオン座とおうし座は近いのですので、まあ冬の星座と言われているオリオン座のとかおうし座の、その位置に太陽があるのは5月ということになります。でということで太陽が、星の、間を動いているというその道のことを行動と言ってまして、これを行動十二星座というふうに表現しております。ということですね。はい、それでは最後にですが、ずっと平日発信するということをしてきました。で明日3月20日は、祝日なんですが、まあ、3月20日というのはちょうど、春分の日ですね。春分の日です。ということで春夏秋冬の動きと太陽と地球の位置関係について、太陽の動きと季節の話について明日20時からやります。そして21時からはちょっと、試みとして遺伝子とは何かというのを、まあ、私が授業をする、授業というかお話をするだけじゃなくて、これについては初めての試みなんですが、私がいろいろ画面を配信しながらそこで思う疑問とかを、コメントに書き込んでいただいて、そのコメントを見て私がまた解説をしていくということで、あまりたくさんを話さずに基本的なスライドで、まあ、DNA とか RNA とかそういうこととか遺伝子とかそこら辺の基本的な話を、まあ、スライドの枚数を絞ってあり、そして皆さんからの疑問を、まあ、書き込んでいただいてそれに答える形をちょっと試しに試みてみようかと思いますので、明日は休日ですけど特別にやりますので、まあ、ぜひ見てみてください。ということで前半編はこれでおしまいします。ご清聴ありがとうございました。